腸内環境とね、骨なんて関係ないんじゃないのって思う方も多いかなと思うんですけれども、実は関係があります。そして麹はですね、ビタミン B 群たっぷり含まれているよってお話しさせていただいてますけれども、ビタミン B 群たっぷり含んでいます。今日はですね、私たちの体をですね支えてくれている骨についてお話をしていきたいと思います。骨もですね、私たちの食べたものからできているというねところになります。年齢を重ねていくとですね、だん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 というところがありまして、更年期のリスクの一つとして骨粗しょう症があると言われております。で、実はですね、これにもね麹が大活躍、骨の元気がね守れるというところがありますので、それはなぜなのかというお話を今日はねさせていただきますので、今から骨をね大切にしていくことで QOL というのがね上がっていくんじゃないかなと思いますし、そういったね骨折のリスクっていうのも減っていくかなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ということで本日のメニューですね、骨粗しょう症とは、そして2つ目ですね、骨を強くする栄養素とは、そして3つ目ですね、カルシウムの吸収を妨げるものとは、そして4つ目ですね、骨の健康と腸内環境の関係というのをお話ししていきたいと思います。では最初に骨粗しょう症とはですね、骨の強さ、これがですね低下して骨折しやすい状態になっていることを骨粗しょう症と言います。骨の強度を高める2つの要因があります。骨密度と骨質ですね。骨量はですね、成長期に増加してですね20歳ぐらいですね、最大骨量に達すると言われています。その後はですね比較的安定して推移していくんですけれども、加齢に伴って減少していきます。特に女性においてはですね、この閉経後というのがね著しく減少していくと言われております。で、骨ってですね成長したりとか変化してない感じがするかなと思うんですけれども、実はですね骨もですね折れても徐々に治ることができるようにですね、私たちの骨というのは生きていまして、肌と同じように新陳代謝が行われています。骨のね生まれ変わりですね、これにとても大切な役割を果たすのがですね、骨芽細胞というものと破骨細胞という2つになります。骨はですね自分自身でですね壊すということもします。そして生まれるということもするというのがですね骨の特徴になります。で、この2つの細胞がバランスよく動くことによって骨のねしっかり新陳代謝が進むということになります。で、しかし女性はですね、特に閉経後とか運動不足、あとはダイエットなどの影響でですね、この破骨細胞の働きだけが活発になってしまいがちと言われています。なので骨のね骨量とかが減ってしまうということになります。で、40代に入るとですね卵巣機能が衰え始めます。まあ、これが更年期のね原因っていうところにもなるんですけれども、これがね衰え始めることで骨量が減少し始めます。卵巣機能の低下により、このエストロゲンのね分泌が少なくなります。そこからさらに急激なですね骨量の減少が始まると言われています。ね、破骨細胞の骨吸収というのがですね更新してしまうということがあります。更年期に伴うですね体調の変化というのをですね更年期について語っている動画がありますので、そちらもよかったら見てみていただければと思います。年齢とともに骨粗しょう症に向かっていくということで、骨を強くしていかないとやっぱりね年齢とともに皆さんが骨量が少なくなっていくというね状態になっているということは皆さん共通してますので、骨を強くする栄養素を取っていただくことで、これがね少しでも弱くならずに済むんではないかというところですね。まずベースになるのがですね、皆さんご存知の通り3食のお食事になります。特にですね炭水化物をね食べること、炭水化物抜きダイエットは危険というところになりますので、ご飯をしっかり摂っていることが大切と言われています。というのもですね、骨を形成する成分であるコラーゲンはですねタンパク質からできています。ダイエットをして十分に炭水化物をね摂らないとですね、エネルギーとしてタンパク質が使われてしまうというところがあるので、ちゃんと骨のね材料になるためにはしっかりと炭水化物を摂って、エネルギーとしては炭水化物を使ってもらうということをしないといけないということですね。まあ、骨といえばねカルシウムだと思うんですけれども、カルシウムがですね骨に取り込まれることによって新しい骨が作られます。慢性的にですねカルシウムの摂取が不足してしまうと、骨からですねカルシウムを取り出される
ことになってしまうんですね。そうするとさらにですね、骨量が減少して骨粗鬆症になるリスクが高まると言われています。日本人のですね、食事摂取基準ではですね、1日の推奨量として15歳から74歳までの方はですね、女性ですね、カルシウムの推奨1日ですね 650mg と言われています。75歳以上で 600mg というふうに言われていますが、どの年代でも不足しているのが現状と言われております。ね、カルシウムだけではカルシウム吸収されないので、一緒にビタミン D を取ることもね、とても大切と言われています。カルシウムを多く含む食材ですね、小魚とか菜の花、小松菜、モロヘイヤですね、青菜とか大豆製品、乳製品ですね、その辺もですね、カルシウムが多く含まれていると言われています。で、ビタミン D はですね、太陽に当たると生成されるというものになるんですけれども、それ以外にですね、太陽の下で干されたもの、干し椎茸とかね、どんこみたいなものはビタミン D がたっぷり含まれていると言われています。その他ですね、鮭とか青魚とかですね、卵黄、このあたりもですね、ビタミン D を含んでいるというふうに言われてますので、そう、キノコ麹とかね、作っておいていただくとやっぱりいいかなと思います。そしてビタミン K もとっても大切です。こちらはですね、骨の形成を促す役割があります。尿の中にですね、カルシウムが排泄されてしまうのを抑えてくれる力があります。納豆とかブロッコリーにも含まれますね。乳児の時にね、ビタミン K を飲ませるっていうのね、ありますよね。まあ、ブロッコリーのね、食べ方、茹で方とかっていうのもね、やってますので、よかったらそちらも見てください。そしてビタミン B 群もとても大切になります。タンパク質がですね、分解される時にこのビタミン B 群が少ないとですね、有害物質が溜まって骨と血管を傷つけることというのがね、分かってきているそうです。ビタミン B 群はですね、お肉とかお魚、生成されていない穀類ですね、そして緑黄色野菜にも含まれています。そして麹はですね、ビタミン B 群たっぷり含まれているよってお話しさせていただいてますけれども、ビタミン B 群たっぷり含んでいます。ぜひぜひ、ほんと調味料とか甘味料にね、醤麹、醤油麹を使っていただいたり、甘酢を使っていただくのをおすすめしています。カルシウムの吸収をね、阻害するものですね、リンですね、そしてカフェインですね、こちらも阻害します。そして食塩ですね、カルシウムのですね、尿中への排泄を促進してしまうというね、働きがあります。そしてアルコールも同様に、カルシウムの尿中への排泄促進をしてしまうものになります。特にですね、リンはですね、加工食品に入ってるっていうところがありますので、それをですね、麹の調味料で変えていただくことで、リンのね、摂取量というのをだいぶ減らしていただくことができるかなと思います。そしてですね、骨の健康と腸内環境の関係ですね。腸内環境とね、骨なんて関係ないんじゃないのって思う方も多いかなと思うんですけれども、実は関係があります。腸内細菌というのはですね、ビタミンを生成することができるんですね。ビタミン B 群だったりとか B6、B12 ですね、葉酸とかね、ビタミン K もね、作ってくれたりします。ということでですね、私たちに必要なもの、作れないものもありますけれども、こういったビタミンは作ってくれますので、腸内細菌が元気がなかったり量が少なかったりすると、もちろんね、作られるビタミンの量が減ってしまうというところがありますので、腸内環境が整っていることでカルシウムの吸収を助けてくれたり、骨を守ってくれるというところになります。たくさん使うビタミン B1 とかね、腸内細菌たちが作るだけでは量が足りないというところがあったりとかして、外から取るということも大事なんですけれども、本当に腸内細菌たちはですね、一つの臓器と今は言われているくらい大切なものになっておりますので、ぜひぜひね、腸内環境を整えるお食事をしていただくといいかなと思います。ということでですね、今日はですね、骨ですね、私たちの大切な骨と食でね、どうやって骨を守っていくかですね、そして腸内環境を、ま、良くしてくれるこの麹たちというのが、なぜ骨の健康を守るのとつながるのかっていう話をさせていただきました。ね、いつもいてくれるから、ね、当たり前にあるのが当たり前かもしれないんですけど、実は骨たちもね、実は新陳代謝して、骨を壊して骨を生み出しているということをね、この動画でも分かっていただけたかなと思いますので、骨を守るためにもね、今日お伝えしたものをぜひぜひ積極的に召し上がっていただければと思います。こちらのね、チャンネルではですね、麹にまつわるいろいろなお話をさせていただいております。麹はですね、日本の国菌でして、そしてね、麹は麹菌という菌からできております。この麹菌ですね、実際はですね、日本の調味料の塩以外のすべてのですね、調味料の原材料になっています。その後
ぐらいですね、私たち日本人にとってとても大切な麹たちなんですけれども、今のね調味料ではですね、なかなか麹の力を使って作られている調味料というのは本当に少ないですね。まあ、それはねすごくもったいないなというところもありまして、こちらのね YouTube の LINE 公式でお友達になっていただくと、調味料の選び方というですね音声をプレゼントさせていただいております。調味料を変えるだけでめちゃくちゃ美味しくなりますので、麹のねパワーを使った調味料、お醤油とかみりんとかどういう風に選べばいいのかなっていうお話をさせていただいてますので、よかったらですねお友達になっていただいて、ぜひですね音声ゲットしていただければと思います。麹ねちょっといいなとか国旗なんだと思ってくださったら、よかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いできればと思います。この先もですね麹菌のお話とか麹の秘密、あとはレシピもですねいろいろお話ししていきますので、よかったらですね毎日更新してますので、他の動画も見ていただいてですね、レシピもありますし調味料のね作り方もありますので、作っていただいてぜひ作レポいただけたらと思います。毎日更新してるので応援していただければと思います。コメントもぜひ書いてください。いろいろ概要欄に載ってますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。ということで今日も素敵な一日をお過ごしください。それではまた明日、バイバイ。